さあ今回もねエンセスターズレガシーのドイツ騎士団の続きねやっていきましょう。さあ前回の続きで、拠点をね今再興してこのねポカルビスを守りながら敵を倒していくといったところですね。でまずですねこの槍位置と斧、一応斧部隊というかね打撃系の部隊とで一回進軍しましょう。ここまでね。でここ守らないといけないんで一部隊をね罠を置かせるためにとどめましょう。ここにね。で家作らないとユニット増やせないんでそこもしつつですね。いやーどうでしょうね、破壊しないといけないからね敵の拠点を。で敵スラブ系なんで、騎兵が多いと思うのでどうやって戦おうかだね。でこれ盾がね存在しないっぽいので敵の盾部隊をまあこれ倒さないといけないんでそこがねちょっと面倒くさいですね。コンラッドとこいつらで行ってくるか。ここ罠置きます。ちょっと木がないから行くか。コンラッドとこの部隊で一回行ってみて敵をね見てからヘルカスとエリ部隊をちょっと移動させておくと。この拠点取れるかな。ああ敵は盾ですね。あ置いてこなければよかったなあいつ。使いましたね。ゴンラッドレディ。あ弓がいる。やりやっちゃったか。ヘルカス先行きましたね。全員あっち行こう。で一回休憩して再編しましょう。でこれ倒して攻撃開始。敵めっちゃいますね。あ戦ってるんだ。槍部隊一回作らないでいいや。うわ敵だ。こいつらで拠点攻撃再開しよう。戦闘中ですね。ちょっと拠点強化するか。待ってでここまで勝てるんですけどこれ使うか。不退転ですね。引かない戦うと。コンラッド、レディ。シネラ。ヘルカス一回引こう。こいつが死ぬとゲームオーバーになるんで、多分コンラッドもそうだよね。で敵槍多いから絶対殺されますよね。ちょっと大変だよな。わ大丈夫。行く？一体何をしている？条約を破っているぞと。お前が生まれた地、お前が羊の毛皮をかぶった狼だということは分かっていると。ん？疑われてる感じですよね。お前信用していないぞみたいなことですよね。罠を置きに行きますね。で、あの拠点を足がかりにね、ちょっと戦おう。弓をまず作らないといけないので、クロスボウですね。合流させつつ、拠点から資源取って一歩下がるか。ポケタンで引きましょう。
この拠点味方に任せれたらいいんですけどね、完璧に。罠置いときたいな、ここかな、置くなら。敵の拠点だってここでしょ目の前なので、ちょっとどうしようね。罠を置いてすぐ引こう。で、罠が壊されると通知が来るんで、それでね状況をつかむわけですね。でここ取れたんで B かな、 DD は、あでも敵の拠点から降りてこれんのか。 D 取ってこの拠点を包囲して戦う的な展開。まあクロスボウ入れますね。どうしようか。あ敵来たな、向かわせましょう。弓がこっちにもいるんでね、行け走れ敵弓いないのか、よし、いなかった。お前攻撃だろ、引かないで戦え。戦闘スキル使いましょう。あー味方に当たってるよ、当たってる味方に。精度が低いんでレベル上げてねやっていかないといけないんですね。いやいや当たりすぎだろあめっちゃ来てる、ちょっと待って。結構大規模ですね。ここ守るのも重要なんで、ちょっと味方と合わせていこう絶対きついじゃんあれ。敵のとこ行くには橋渡らないといけないから、敵の目の前に通るのか、無理だな。頑張ってますね。アーマー上げて作っていけるな。まだもう一回作ろう。騎兵があんまいないですね。よし、ちょクロスボウ作ってこっちに送りますか。回復してこいつにアーマーあげよう。これね、でこの子アーマーつけたんで見ますかね。少しね武装した感じかな。まあ最大まで上げないとあんまり違いわからないので上げていこう。あ敵だ、こっちか。アレスクラウ、ノーマーシー。あ弓がいるのかと思ったら味方の弓か、ナイス。この拠点ちゃんと作れればもう安全だね。合流待ちましょう。D かな。なんか D の方から敵来るからあんま行きたくないですよね。こんだけいるからでも行けそうだよな。移動速度上げましょう。でも騎兵が敵いるので、もし変な状況になると殺されちゃうんですよ。でも D 近いね。行くか。偵察いないので、ちょっと。槍にアーマーをつけて、このね、打撃部隊を残して、この正槍部隊で行きましょう。これですね。うわ、かっこいい。
彼らで向かおう。行ってみるしかない。どうだ、敵はなしか。いるな。いないか。橋はここね。あ、来たね。なんか向かえ向かえ。盾もいるな。弓もいるな。めっちゃいるな。アレスクラー、まずか、ん？裏からも来てないか。一回全力対遇、対脚、対脚、対脚。キッズ。あ、そんな来てなかった。まあ、これくらいでいいか。戦ってなかったよ、結構。一回上げましょう。味方戦ってくれ。一回全力で引いちゃいましたね。で、挟まれるよりは良かったか。ナイス。これ最高レベルになりましたね。さあ敵来てるの、罠かかったね。さあ回復したら行こう。先行部隊送るか。多分裏来てるんで、もう一回 F 取りに行く感じですかね。あ、レベル上がったね。命中率。待って待って待って、そこまで来てんじゃん。弓が結構いますね。これでも倒したらチャンスじゃないかな。こっちは大丈夫ですね。クロスボウの体力上げる、いいですね。撃たない方がいいか。休憩。ヘルカスがすぐ食らうね。置いていくか、ヘルカス。ちょっと一回。ヘルカス以外で行きましょう。ちょっとヘルカスは休憩の後来てもらおうか。攻撃上げる武器じゃなかったかな。さあもう一回向かいますよ、資源のためにね。あ、若干いる。すごく若干いますね。まあ、拠点攻撃すると敵出てくるんで、多分来るんじゃないかな。取れましたね。もう来たね。早い。アレスクラファイト。もう撃ってきてる。ああ、そっか。
いいね、効いてますね。で攻撃で終わり。あ、敵また来た。まためっちゃ来ますね本当に。わあマジか。レベル上がって槍部隊に防御力。さあ、ね、こう退却は1回押すとちょっと退却で、2回押すと全力で退却なので、ちょ今回は1回ちょっと退却ですね。お持ちよ。これさ、移動した方がいいのかな。もう側面がないですね。こここれ終わったら1回引いて回復ですね。あーまた来た。アレスクラ回復とかやって来てますね。行け、こっち。終わったね対局。こっちはリミがいるけど、まあ大丈夫ですね。頑張って。レベル上がってるね。君は攻撃だな。罠を置いて建物を作って防御力を固め行きたいですね。頑張ったね、頑張ったね。いいね、押せ押せ押せ。相性なんて関係ないでしょ。圧倒的なアーマーに力。ここで行くしかない。ここねちょっとさすがに減りましたね。あでも出てくるんだ。じゃあちょっとは大丈夫だね。出てくるならね。ちょっと拠点 D 取るか。よし、ティア2ですね。これにしましょう。いやーまあちょっとね上げていきますね。あまた来たね。あこっちも来たね。コンラッド、まあ武装の差がね物を言わせますよ。かっこいいね。終わった？終わったら罠だな。アーマー回復罠、単純に罠。敵結構減ってきたんじゃないかな。よし引きましょう。槍部隊の合流忘れてましたね。あ来るまでにアーマーつけとくか。フルアーマー部隊ですからね。結構やったな。ここに罠を置いておきたいですね。ちょっとね裏から来た時に分かるように置いておこう。これで分かる。違う方ですね。わあ結構な数の騎兵。騎兵には弱くはないから。あでもこっちも戦ってる。
相性があんまよくない。盾の軍勢か。勝ったけど被害食らってますね。クロスボウは引いたね。よし休憩。コンラッドだけあんま食らわなくない？あの考え弱いのかな。終わったね。アレスクラクロスボウ五流を投てきだ。もう一回いくか。よし、この辺はねもう完璧です。完璧。ヘルカスいた。よし、ナイス。ちょっと罠食らってないのかな。まあ行きましょう。トゥルカス拠点だな。教会作って厩舎作りましょう。これでね、ここをちょっと要塞化しましょうか。早く。わ、もう来た。もう早いって来るの。戦いが止まない。相性も良くない。これを失いたくないね。Yes.休憩しますか、横で。勝利の祈り。横から撃つ。横あんま意味ないかな。建物も減らそう。ナイスナイスナイス。いいよ。アレスクラ結構入ろ。入ろ入ろ。オン・ザ・ムーブ。よーし、パトクと危ないんで引いて。さあヘルカスね。ちょっと弱すぎるんで後方待機ですね。わ、敵だ。でもいいね。撃って撃って撃って、いいよ。上から撃たれてないか。あれ、そこ撃てんの。ちょっと待って、ずるくない？よし、結構これで敵弱くなるんで拠点取りたいですね。食料がないからな、勝ったとこで。勝利のスリル。付近のユニットを拳奮い立たせる。どんくらいの距離なんだろう。あ、あそこにもいる。あ、急いらないな。こっち行こう。よし。あ、待てよ、裏にもいますね。騎兵は無理だな。お、
休憩で済んだね。よし、合流させよう。あー、いるな。ちょっと B 落とす感じでいきましょう。 Yes! Slay them!ナイス。お、裏か。休憩して倒して休憩。この拠点信じて B ですね。いや、さすがに1個落としたいとこはあるけど、全力で B に向かおう。で、勝利の祈りをしてもらって、家等を作って、あ、取れますね。罠でも置いていくか。お、敵だ。まあ勝てますね。結構いるな。弓部隊通しに行きましょう。弓でね。あ、待って、 D が襲われてる。あ、結構いるな。まあでも B の方が大事っぽいですかね。まあ、両方押さえときたいですけど。D 耐えましたね。奇跡。またか。敵意味が多いな。襲いに行ってこいつはちょっと回復だね。ヘルカス来てもらうか。まあ、このね、防御のやつがあれば守りきれるので。また D 行ったね。さすがに危ないかな。ナイス。あ、敵だ。来るかな。あれ落とそう。目の前で休んで油断誘って攻撃しよう。ヘルカス遅いよ。行くか。ヘルカス久々の戦場へ。向かわせましょう。さすがに集まってくるかと思ったけど集まってこないですね。で、ここでね、クロスボウを追加しよう。これ何？あそこにいたやつか。回復しに行って、で、家作りましょう。敵ここまで来ることないんでね、 B まで。もう B 安全ですね、きっとね。騎兵が来たか。うわ、まずい。クロスボウ引こう。重いな、一撃が。防衛 D かな。今なら撃てそうだね。いっぱいいるな。
あそこは敵の本域かな。せめて取れてればね、復活もできるんですけど。よし、来た、取って。わあ、結構いるな。倒したら引きましょう。リー、敵がね少数できてるだけなんで大丈夫ですね。クロスボウ頑張れ。よし、ナイス。クロスボウがとにかく敵を倒すの。ワーディー、ちょっと複数できたな。守りましたね。さすがに危ないな。クロスボウが今来てるんで、これで合流ですね。騎兵一つ作りますね。送りましょう、後で。次ちょっとね、ここを足がかりに C を攻略して拠点を取ろう。1時間いやいや、かかりましたね。ちょっと久々にやったっていうのもあるんですけど、これちょっと難しくない？まあやっぱアップデートで増えたんで、クリアしてるの前提なのかな。まだ面白いですね。 D がいつか落ちそうですね。あ、来た来た来た、分かっていたよ、ほら。お、来た来た来た、騎兵来ましたね。ヘルカスどこ行った？ヘルカス、あ、いたいた。この辺にいて。よし、多分攻撃されないですよね。なん、あ、結構あるんだね。コンラッド、すぐ戻ります。で、拠点1個ずつ潰していきましょう。さあ、血濡れたヘルカスとやってきました。騎兵ドイツ騎士団、かっこいい。ムービーでもチトニックオーダーって言ってましたね、そういえば。騎兵は最後に行くとして、まあ、勝利の祈りをしまして、あ、撃たれてる。めんどくさいな、ちょっとね、こいつらはね、確か回復がないんだっけ。コンラッド、レディ、向かってみるか。ラスンスケア、敵は？あ、いるな。騎兵はいけないかな。え、結構いますね。あー、なんか援軍来てますね。結構来てるな。もうちょっと、もうちょっと引こう。ちょっと待ってね、君たちはもっと引かないと殺されちゃうでしょ。 Here! No mercy! イケルニットを上げて、完璧に引いたやつと回復するやつとやって祈りましょう。よし、
ああ、修復ね。ユニットを失ってはいないんですけど、まずいな。一回一人完全に引いちゃったんですごい戻りますね。もう一回行くか。今ならだって全然いないでしょ。さっきのすぐ来ました。まあ、近くの拠点から来たんでしょうね。何や、壊れかけのやつ。また来ましたね、裏からね。騎兵、あ、盾も来るのか。まだ来てないか、あいつら。行け。欲しいね。拠点内でもね、敵の方がもちろん強いので。よし、来て。よし、あー、でもまた来るな。攻撃力でしょ、騎兵は。やっぱり殺して壊して、援軍来たらそれ倒してっていうどれだ、兵舎壊そう。よし、壊してますね。次全軍で兵舎ですね。先にそういうの壊しておくと出てこないんで。各地焼け、各地大丈夫か、大丈夫かってね、ああいるな。結構ギリギリな豚多いですけど、引くまではないですね。よし、焼け。町役場焼きましょう。さあ、ついにね、蹴りがつきますよ。休憩。一回拠点戻るか。あれ壊したよね、完璧に壊すのか。そういえばね、このヘルカスはこのね、コンラッドのやり方に少し反感抱きつつ、まあ、ドイツ記者のやり方に反乱抱きつつ、コンラッドはね、多分ヘルカス含めここらの人を信用していないという展開なんでしょうね。スラブ人よく来たね。ほら帰れあと何あげばいいんだ。あ、1個壊しましたね。まあ一応ね、まあ、これで敵の援軍も減ると思うんでね、やりやすくなるでしょう。井戸じゃん、井戸から。一回帰りましょうか。さあ、ヘルカス不参加ヘルカスは不参加を表明ですね。さあ、見てください、かっこいい。戦った後、騎兵もね、血に濡れ。騎兵強かったですね。
かなりねそのアクティブに動いて他の部隊潰してくれたので大きかったですね。弓と騎兵だけ置いて後で行こう。ここも拠点でまたあるのでちょっと厄介ですね。で中から敵湧いてくるということで、ヘルカスも待機ですね。ヘルカスここ待機。撃ってきてんな。神の名のもとに正義を下らせと。突撃あんまできてないね。ヘルカスもこの相手なら相性いいでしょ。これね、すぐ回復できるんですぐ直しちゃって、硬いな味方を殺していったけど今。あそこにあるか。これ兵舎なんで兵舎焼きに行こう。あれもあるな。お、来たね。家か。よし、次こっちですね。引いていいけどそっちまあ大丈夫か。引くならここだね。兵舎もなくなったんでもう大丈夫ですね。よし、あと焼きましょう。この2人引くか。拠点戦でねこういうヒーローというか主人公は数が多くないんでちょっと不利なんでちょっと休憩ですね。ヘルカス、ああ大変でしたねっつってすごい寝方するな。お、あ、弓は出てくるもんね。5レベル。まだ拠点として機能すると思うんで破壊ですね。あとは家くらいか。あれ、やつら走ってる。お、あー、ゴンラッドにね示せと、スラブ家を殺して示せというわけですか。Yes! お、待って、別れたね。戦ってんじゃん。お、待って待って待って、何してんの。まあ騎兵の方が強いと思うんですけど、思いますけどね。にしてもですね、信頼できない。いなくなりましたね。Yes! コンラッドがいいのか。あ、ヘルカスがいなくなったんだ。なるほど。まあまあまあ展開としてはでもね、前回、まあ今回か、疑いができたのはね、割とも順当な気はしますね。あんま信用されてないですね。
よし、まあ空きできたんでねありがたくちょっと意味部隊を作ってとどめさしましょう。ゲーがあんま使えないんでちょっと下がり気味に行きましょう。まあどうせね、あー撃ってきた、痛い痛い痛い、たまったもんじゃないな。ちょっと食らっただけですねまあ休憩しておきましょうこいつらはね。我らはこれらの異教徒の人生を終わらせ、彼らを堕落した信仰を地獄に戻すのだと。まあその過激なねキリスト教家ですね。来た来た来た、あれかこのコンラッドかが過激な説もあるけど、For the Almighty! ちょっと気になりますね、一番最初にいたキャラが最後いなくなるっていうどうなるんでしょうね。敵の部隊がいないんだが、で弓はね、遠くから建物とか撃てるんで強いんですけど使ってなかったですね。対部隊用にねクロスボウ持ってたので。さあ、ミラーを殺せ、異教徒を殺せって状況ですね。ゴンラッド、レディ、ファイト。ゴンラッド、プレパーフォーバトル。さあ、見ましょう。アビ教官の図ですね。市民がいれば、ほら、殺してますよ。見てください。ほら、消しに来た人を殺すわけですよ。これがね、これが戦いですね。これで終わりではない、オカルビスの民は自らの罪を償わせるのだと。あーポカルビスやっぱ壊すんですね。ちょまず痛い、あー攻めてきた攻めてきた、あれルソー、あその最初はね味方として駐屯騎士と戦ったって、駐屯騎士団として戦ったのかな、トモリーなのかな一回軍を集めないと。彼はどこ行くんだ、あー民衆を裏切りルソー、ルソー戦死ルソーなんで中にいなかったんだろう。まあでも最初の説明通りになりましたね。なんかそのと思ってたのと違ったので、どういう状況なのかつかめなかったですけど、割と説明通り戦いましたね、ここの人々と。ネタバレ的な感じだったんですね。さあ休憩したら行くか、下兵置いてきたな、どっかに合流しよう。えでもこんなね、あそっか、もう防御もないわけですよ、こんだけ戦ってね。そこで彼らが攻めてくるわけですねなかなかえぐいことしますね。まあ騎兵早いんでちょっと先に待機しましょう。さあ残るはポカルビスの破壊、てかこのね建物を壊した地点でこの結果はねもう決まってましたね。てかすごやったね、
消えないから、消えないからここすごいことになってるね。まだでも下やつ見ますよこれからも。コンラッド on the move。いけいけいけ。Yes。来てくるか。あんまりスキル使ってないな。こういうね、味方を強化するみたいなやつあったけど。あとはどこにある見張り塔は。あったあったあった。さあ破壊しましょう。これは町役場、あの全部かな全部だな。無力化すればいいんですね、前と同じようにね。これで多分もうじきね、コンラッドが喋り出すわけですよ。我らの隣人の異教徒はいなくなったみたいなことを言うかもしれませんね。終わりましょう。長かった。これは一面なんですか本当に。ちょっとかけすぎたかな。あんまりでも苦戦してしまったのでこんなもんかなと思いますけど。あ、来たね。あ、敵になってる。Such a shame you're not a true Christian. You never could be our brother. Take him and lock him in the dungeons. Not this time, you bastard. You'll have to wait. We will meet again. ヘルカス逃げましたね。さあ、とりあえずね、今回チャプター1、2パートにわたってとりあえずやったので、次回チャプター2ですね。行きましょうか。ちょっとね、もう一回見よう。まあ、ヘルカスは故郷に戻って、で、まあそのね、地元のドイツ騎士団と盗賊と住人たちが争ってしまったと。で、まあ、コンラッドの過激な、まあ、あれとも普通のやり方だと思うんですけど、それによってね、敵対してしまったというわけですね。まあでも書かれた通りでしたね、思ったより。まあ、とりあえずね、今回これにしましょうか。次回は2ですね。ヘルカスが反乱軍に加わってドイツ騎士団と戦うみたいですね。